収束していく魔力の波。これだけの規模の大魔術を法人も触媒もなしに行うとは。27祖クラスの使徒が再び現れたと。教会から使徒討伐の発令はありませんか。町一つを覆う結界を教会が観測できないなんて、まるでこの町と外の時間が違っているような。状況は見えませんが、ここで手をこまねいているわけにもいきません。何であろうと使徒が台頭したことは事実。教会の代行者として処理しなくては。まあこの町にはおせっかい焼きが多いんで、放っておいても解決はするんでしょうけど。それで大怪我をされたら食事を一緒に取ることもできませんしね。そこの青少年、先輩、止まりなさい。それ職権乱用ですよ。ラウンド1ファイト。セン、まずカポエラ。見逃して、もう逃がしません。くれないよね。ラウンド1ファイト。セン、負けないのか。トロキャット、ゼロキャット、セン、ジャンプ、ゼロキャット、セン、あなたの罪はあなたの命で調停します。ユンビン、ラウンド2ファイト。セン、もう一回。ゼロトロキャット、負けないぞ。ゼロキャット、セン、ゼロトロキャット、危ない。ゼロキャット、セン、負けないぞ。ゼロトロキャット、こんなところですか。ユンビン、今回は見逃しますが、次はありませんよ、弓塚。まだ悔いがあるのなら、果たすまで私には出会わないことです。
職場なのに。行きますよセブン。ラウンド1ファイト。打ち崩せ。あらら逃がしません。ゆっと魔が人につくは天の試練。消えなさい脱落者。あなたはその計りから転げ落ちた。鍾乳洞があったとは。しかしこれではまるで死とも。そう吸血鬼の手ぶらだな。懐かしいだろうエレイシー。たった数日とはお前も存分に味わったでしょうか。否定はしません。血を吸われずとも仮初めの吸血鬼とも使徒として犯した罪は永劫に消え去らない。私にあなたを下道と蔑む資格はない。おう、俺の転生先に選ばれ舞を塗り替えられていく事故に震えていた小娘とは思えないセリフだ。妖怪のしつけは厳しい。さぞ陰惨な罰と試練を押し付けられた。何回死んだ。その死ねない体で教会の盗作者どもは何回お前を殺し、何回達しやがったんだ。ああ、まさに最高の生贄だ。奴らは魔女狩りにしか興奮しない聖人様の集まりだからな。お前はさぞ愛され殺され続けただろうよ。そうですね。彼らの教えは厳しく、だからこそ私は立ち直れた。私が手にかけた人々を上回る死を体験して、私はようやくシエルという代行者になったのです。おう、ではあの夜の悪夢から解放された。その体は聖なる灰を許されたのか。まさか。罰は受けましたが、贖いはこれより永劫に続いていく。私は埋葬期間7位、聖獣の代行者シエル。その名にかけて、使徒ロア。あなたのような吸血鬼を、残らず地上から抹消する。ラウンド1ファイト。逃がしません。ここからだ。ここからだ。手加減できませんからね。ここからだ。うむ、こんなところですか。ユーミラウンド2ファイト。たまんねえな。ほら
挑戦します。ニュービン、あなたに次の生はありません。死の腕は今度こそその邪神を捕らえる。さてさて、始めますか。ラウンド1ファイト。ゼロパワー、ガンダム見せてあげましょう。セルゼロパワーハッ、ゼロパワーガンダムハッジャッジャッセイフェッカポエラセイハッガッガッニューウィン。ラウンド2ファイト。ゼロハッフッフッハッフッフッゼロキャンドル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 。手加減できませんからね。ゲームパーフェクト。まったく手間をかけさせるんですから。ニューミン、これが互いの実力差です。埋葬期間7位のは伊達ではないと理解できました。懺悔は済みましたか。死にたいのあなた。ラウンド1ファイト。よっゼロゼロゼロ効かないわよ。ハッ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 ハ。あなたの罪はあなたの命で調停します。ニューミン。ラウンド2ファイト。いいわ。ゼロキャンドルゼロパワーキャンドル。この抜けろ。ハッキャン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 キャンドル。ほら嫌な戦略加減できませんからね。セイいきます。私の負けです。あなたの罪はあなたの命で調停します。ニューミン、祈りを知らぬ者、感謝を知らぬ者に鉄槌を。眠りなさい。死の淵への刹那こそあなたに与えられた最後の戒心です。怖いもの知らずなのね。ラウンド1ファイト。終わりですか。ゼロパワーガンダム。ゼロガンダム。手加減できませんからね。勝ってくれたらね。行きませんね。危ない。
ガンダムして。あれ、昔から蜂の巣に、うん、なりなさい。まったく手間をかけさせるんですから。ユーウィン。ラウンド2ファイト。逃がしません。ゼロパワー。急ぎすぎては耐性しません。とりあえず今日の反省を2日ほど煮込んでみてはいかがでしょう。代行者シエン、以前から話には聞いていたが、実物はより鋭く高潔な戦士らしい。奇襲で済むものを私との一騎打ちに応えるとは、君の戦いの精烈さは埋葬期間というより我々に近いようだ。あなたも教会の騎士にしては正直すぎますね、リーズバイフェ。彼らの常は数による相当、主の意向を示すためにはあらゆる慈悲を覆い隠す。正直、聖堂騎士の中で一騎打ちを望む者が残っているとは思いませんでした。それがたとえ使徒を守るためのものだとしても。それを言われると少し辛いな。だがそのおかげで君とこうして戦える。吸血鬼討伐のレコードはほぼ同数、アンカー使いとしての名声も同格となれば、あとは直接戦って結果を出すのみですね。望むところです、盾の乙女。どちらがより優れた聖典の担い手か決着をつけましょう。ラウンド1ファイト。ゼロパワーガンダム。ユーウィン。
固有結界が収束した。いえ違う、これは心象風景ではなく本当に世界が滅び去った後の光景。そんなバカな、それでは神祖の空想具現化だ。たとえ27祖としてもあれを使用できるのは水馬すみれだけと聞きました。その通り大根子、空想具現化は星の触覚である神祖たちにのみ扱えるもの。これは切り取られた部分、ごくわずかで私が冤罪し運び込んだ世界の死に進みだ。世界の死ぬにしては随分と現実感がありますが、これは魔術理論世界乱そのものです。卵の内側にして外に、この世界があなたによって完成されれば内と外が入れ替わる。空想が現実に侵食するのではなく、現実が空想に封じ込められる大禁忌。これだけの魔術式を作り上げる以上、あなたがたたりのようですね。そうです、私はオシリスですが、連戦した賢者の石を持って霊長の守護を達成する者。私はワラキアの夜と違う、共に目的は同じ、賢者の石に触れ私の末端となる大根子。その優れた魔術回路は使われたこと意味がある。同じですよ、あなたが何者かは知りませんし、人間を救おうとする目的もまあ本当なのでしょう。ですが同じです、あなたも血に飢えた吸血鬼に他ならない。理解できない、私とワラキアの夜はどうしよう。まだただ一人も手にかけていない私が。ええ、殺すためにたたりを起こすの、殺した後のたたりを起こすの。あなたに殺人の快楽はありません。やっていることは同じです。いいえ、手を汚さない分あなたの大量虐殺は罪深い。ボタン一つでリセットするにあなたの機能だけで十分です。感情で道理を語る、ニーダに我が赤き水に飲まれ生きたまま回路となるのに、人間の業を持ったままこの世の終末を見届けよ。ラウンド1、ヘルバイト自衛モード、ゼロストロー、ガト手加減できませんからね。オン、飛びなさい、動くな、危ないっと、ゼロストロー、ガト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 、ゼロ、飛びなさい、やってくれますね、ゼロガト、動くな、ゼロガト。なんて、ちょっと脅かしただけですよ。ユーミン、ラウンド2ファイト、ゼロガト、ゼロガト、動くな、やってくれます、ゼロトロ、動くな、オン、消えなさい、ゼロトロ、覚悟なさい、ゼロさあ、まだまだまだ、ゼロターゲットアブソリュート6、手加減できませんからね。覚悟なさい、終わりですか、覚悟なさい、終わりですか、ゲイオン、もろいニュールーズ、ラウンド3ファイト、ゼロトロガト、ゼロトロガト、動くな、オン、ゼロガト、ゼロまだ、さあやってくれますね、ゼロトロ、覚悟なさい、やります、ゼロトロ、取りなさい、めっちゃ、さあゼロトロ、覚悟なさい、手加減できませんかね。ターゲットアブソリュート6、
み込む。不覚でした。ゼロ、ゼロ、ゼロ、レイオン、ゼロ。フィルムス、まったく手間をかけさせるんですから。ムーンビタタリは完全に消滅。エルトナムが起こした不老不死への道もついえたということですね。オシリス、錬金術の基本にして最奥と言われる賢者の石を、あんなにも錬成する技術は素晴らしくはありました。私たちにはまだ手に余るものでしょう。と、次の指令ですか。タタリは消えたといっても、その後始末は生ほど残っている。休んでいる暇もありません。この町に隠れる死者たちの処理にあと半年というところですね。その後はいい加減彼女が決着をつけることになるのでしょう。まあ、その時はその時です。今は当面の責務を果たしましょう。もし本当に救いがあるのだとしたら、何かの間違いで彼女と共存できる気がするかもしれないですし。